そしたら今回は何かがおかしいというゲームで遊んでいこうと思うんだけど、このゲーム覚えてるかな？3週間前ぐらいに遊んだゲームなんだけど、なんかこのゲームに最近アップデートが入って、新しい違和感が追加されたっぽいんだよね。まあこのゲームイラストがすごいなんか綺麗で、結構闇が深かった記憶があるから、まあ追加された問題もすごいなんか期待できるんじゃない？ちょっとわかんないけど、大丈夫だよね。なんかアップデートしましたっつって、他のアプリで見たことがある違和感問題を追加しましたとかじゃないよね。さすがにそんなことはしないと思うんだけど、まあ、とりあえず早速やっていきましょうか。そしたら最初の問題がカップルで、まあ、ホラー映画を見てるってことかな。イチャイチャしやがってね。すごい。すごい第一声がイチャイチャしやがってはちょっとやばいな。まあ、とりあえずおかしなところは、まあ、このカップルはなんか、こうラブラブそうだから違和感っぽくなくて、テレビの隣のコンセントが刺さってないのに、まあ、女性の幽霊が映ってるのが違和感ってことかな。怖い番組を見ている時に気がつく。テレビのコンセントが抜けている。じゃあ今テレビに映っているのは点々点と。テレビのコンセントが抜けてるのに、まあ、何かが映ってることが怖いってことだよね。まあ、普通だったら真っ暗な画面ってことだもんね。まあ、確かにちょっと一人だと怖いけど、こいつらカップルでなんかすっごいイチャイチャしてるから気がつかなそうだけどね。カップルってね、俺たちが思ってるより無敵だから、多分自分たちの世界に入り込んでると思うよ。次の何かがおかしいは女性が本を読んでて、まあなんか結構メルヘンな部屋だけど、鏡とかも本とかもおかしく、あ、なんかぬいぐるみの目にカメラとかかなあれ。まあ片方がレンズみたいになってるってこと？いやでも気づきそうだけどね、これ。人形の目にはカメラが仕込まれていた。女の子はストーカーに監視されていることに気がついていないと。まあ女性は本を読むことに夢中で、まあ人形なんかいちいち確認しないから気づかないってことだけど、いや、さすがにね、あのね、気づくと思うよ、これ。この人形が、あのなんかさ、さっきウサギとか飾られてた棚とかに置いてあるんだったら、まあ気づかないだろうな、とはちょっと思うのよ。まあ高いところにあるし、置いてあるしね。でもさすがにね、これ、隣なんだよ。絶対視線がね、行くのよ、この人形には。次の何かがおかしいは、女性たちが井戸を覗き込んでて、別に違和感。すごいね、これ気づいた時ちょっと面白かったな。生首が浮いてるってことか。まあ違和感がちゃんとあったね。まあ右の子以外の女性たちは別に違和感ないんだけど、あの子だけちょっと生首になっちゃってるってことだね。というか、その角度に女性がいないのに映ってるから、まあ、生首の状態の幽霊ってことかな。水面の顔は覗き込んだ少女のものではなかった。それは映り込んだものではなく、浮かんでいる頭部だったのだと。映り込んだものではなく、浮かんでいる頭部だったの、まあ、でも映り込んでるけどね。頭部が映り込んでるけど、まあ、浮かんでる。ちょっと待って、よくわかんないな、これ。いや、映り込んでるけどね。まあ、この生首が映ってるところに女性がいないから、まあ、幽霊とかなのかなってことかな。次の何かがおかしいは、女性たちが、まあ、神社とか、まあ、階段とかね、うわ、すっごい長そうだね、あれ。登るの大変そうだ。まあ、そこに行こうとしてて別に違和感、あ、女性の手に、幽霊かわかんないけど、まあ、なんか貝みたいなやつが、手で掴んでるってことかな。合格祈願で誘われた神社は神隠しで有名な神社だった。その後、お守りを持っていなかった少女を見た人はいないと。神隠しで有名な神社ってすごい嫌だけどね。絶対人行かなそうだけどね。神隠しで有名なんだったら。合格祈願で有名なんじゃないんでしょう。神隠しなんでしょう。さすがに行く人いなそうだけどね。まあ、行ってるんだけどさ。次の違和感は、映画を見てて、まあ、結構今なんか危機迫る場面だけど、まあ、すごいガラガラだね、席は。平日とかなのかな。それともめちゃくちゃクソつまんで映画なのかな。まあ、どっちかだと思うんだけど、とりあえず、あれが本当のなんか殺人事件とかじゃなくて、なんか男性の首に何か刺さってるけど、この中のどこかに殺し屋がいたってこと？結構鮮やかな手口だけどね。首筋に長いアイスピックを刺され息絶えているのは、上映開始後もスマホの電源を切らなかった。あ、そういうことか。あ、なるほどね、そういうことね。スマホの電源を切らなかったから、まあ、うるせえからアイスピックで殺したってことは、イカれてんだ。誰だ？まあ、確かにムカつくけど、殺すほどか？こんなんで殺されたくないよね。なんだったらこんなんで殺したくもないけどね。次の何かがおかしいは、今週がもやし3円。安っ。もやし3円もめちゃくちゃ安いな。まあ、スーパーとかでセールをやってるわけだよね。まあ、この中の違和感って言ったら、あの手だよね。もやしに誰か埋もれちゃってる。まあ、もやしが買いたすぎたのかな。まあ、店員なのかわかんないけど。まあ、もやしの山に埋もれて死んじゃってる人間ってことかな。もやしの山から過労死した店長が発見されたのは、その大半が取り去られた後だったと。
なるほどね。あ、なるほど。あ、そうなんだ。過労死した店長だったんだ。まあそうだよね。もやしの山でなんか窒息死とかさ、まあ事故とかじゃないもんね。過労死だったんだね。まあすごいなんか忙しかったんだろうな。さっきからなんかシーンが面白いな。すごいしょうもないんだけど、俺ちょっと好きだわ、これ。次の何かがおかしいは、女性がちょっと眠そうにしてて、まあ服とか、まあ汚くはないか、そんなに。まあちょっと散らかしてて、まあ片付けようとしてるけど、結構遅い時間に起きたんだね、10時とか。カーテンがすごいこんもりしてるけど、バレないと思ったのかな、これ。まあなんか変な奴がいるってことじゃない。じゃなかったらちょっとあのこんもり具合異常だけどね。カーテンの裏には侵入者が潜んでいる。ズボラな性格の女性が鍵を閉め忘れた窓から入ってきたようだと。あー確かに片付けとかしてないから、まあズボラってことで、まあ窓とかもね、扉とかも閉め忘れちゃって、まあストーカーとかかわかんないけど、まあそういうやつが侵入しちゃったってことね。次の何かがおかしいは、スカイハイダイブしてて、まあ、パラシュートとか広げようとしてるんだけど、一人だけパラシュートも何もない状態で降りたやつがいるってことかな。とてつもない勇気っていうか、無謀っていうか、まあ、斬新な自殺だよね、これ。あいつ初のスカイダイビングだからってすごい叫び声だな。初めてだったんだ。ん、あいつパラシュートをつけていないと。やばいな、これ。本当に好きだな、これ。初のスカイダイビングだから、まあ、すごい叫び声だったのは、まあ、パラシュートつけてなかったからってことか。次の何かがおかしいは動物園かな。まあ、ライオンがいて、まあ、女性が誰か子供とか探してるってことかな。まあ、なんか心配そうにしてるけど、まあ、左上のライオンが血まみれになってあくびをして、なんか満足げにしてるから、まあ、子供食べたってことかな。それよりも真ん中のライオンとすっごい目が合うんだよな。あいつ中身人間なんじゃねえかな。うちの子どこに行っちゃったのかしら。まさか柵に登ってライオンに落ちたりしてないわよねと。まあ子供が柵に登っちゃってライオンに落ちて、まあ食われちゃったってことかな。まあいきなり解説がちょっとまともになっちゃったけど、まあ悲しい事件だったってことか。次の何かがおかしいは、なんかパペットやってんのかな。まあ腹話術で、まあ人形を動かして子供たちに見せてるってことかな。別に違和感っていう違和感はそんなないけどね。まあ怪しいのは人形と、まあ、男性だと思うんだけど、男性の口がペンで書いてるとかじゃなくて、まあ血を流してるとかかな。骨董品店で古い人形を見つけてから彼の自我はなくなった。今やこの腹話術師を操ってるのは人形の方だと。いやね、ごめん、あのね、わかるわけがない。てっきりなんかあれが、なんかあの、油性とかマジックとか書いてるんじゃなくて、血を流してて死んでるのかなと思ったんだけど、こんなわかるわけが、あの画像でこれを読み取れってのはちょっと無理があるよ。さすがに、あらゆるなんか違和感ゲームやってきたけど、こんな理不尽な問題はなかなかないよ。次の違和感はちょっと簡単かもな、まあ、女性たちが、まあ、料理とか、まあ、すっごいなんか、でっかい魚だね。人食ってるぐらいでかいんじゃない？こんなでかい頭なんだ。まあ、料理を出されてて、まあ、ミニトマトたちの中に、まあ、なんか目玉の親父がいるってことだよね。まあ、違和感ゲームあるあるで、まあ、目玉とか指とかを、まあ、食事に混ぜてくるっていうね。気づきそうなもんだけどね、これ。皿の端にはさらに追加の目玉が2つ。おかしいな、マグロは4つも目があったっけと。まあ、なんか人間の目玉っぽいのがあるってことだね。ちょっと血とかもついてるから、結構出来たてほやほやかな、これ。まあ、抜いてすぐなんかミニトマトの代わり。え、なんでここに、そもそもなんでここに置いたのって感じじゃない？え、なんで料理に出したんだろうね。え、なんでバレないと思ったんだろうね。食べさせて証拠隠滅するって、いや、さすがに気づきそうだけどね。どういうことなんだろう。なんで料理に出したんだろう。誰がやったんだろうね、これ。まあ、なんか疑問が深まる問題だったわ。次の何かがおかしいは、まあ、リモート飲み会かな。一時期流行ったよね。まあ、ポテトチップスとかビールとかね。いいね。チューハイかな、あれ。まあ、飲んでて、まあ、男女で飲んでんの、え、なんか、ちょっとリア充じゃない？まあ、男女で飲み会してて、まあ、その中にちょっとなんか女性を連れ込んでる男がいるね。結構大胆な女性がいるね。そういうことは隠れてやってくんないかなって思ったんだけど、よく考えるとこいつが持ってる缶と、なんか男性の髪型的に、この左の画面は主人公なんだね。だから主人公の方に誰もいないのに、画面上では映ってるのがおかしいってことか。部屋に誰かいる？リモート飲みの相手に聞かれゾッとする。画面に映っていたのは死別した元カノだと。亡くなっちゃった元カノがリモート飲みにちょっと映っちゃったってことね。まあ死んでは話さないって感じでちょっと病んでる気味だったんだろうね。まあお幸せにって感じた問題かな、これ。ごめん。いや、なんかね、おかしなことじゃないかもしんないんだけど、ちょっと笑っちゃったな。まあ次の何かがおかしいは、まあなんかね、スーパーで買い物してて、おかしなことは一件ないかもしんない。まあおかしなこと一件あるな。ごめんね。
全然あったね。まあ、女性の胸がすごい異常に膨らんでるけどね。女性は高級チーズを2つ胸に隠して万引きしようとしている。警備員が後をつけているとも知らずにと。あの丸い高級チーズをま、盗もうと胸に入れたってことね。ま、さすがに隠すんだったらもっとなんかスカートとかパンツの中とかにした方が、なんかバレなそうだけど胸に入れちゃったんだね。まあ、ついでに胸もでかく見せて一石二鳥って考えたのかな。まあ、それにしてはとてつもない違和感だったけどね。次の何が次の何かがおかしいは、まあ、ちょっと分かっちゃったんだけど、まあ、女性が本棚で、ま、本をね、取ろうとしてるところに、まあ、奥側に人の目があるってことかな。ちょっと画像としてこれ面白いね。あ、見つけた。女性がそう言って本を手に取ろうとした。あ、見つけた。どこからか低い声が聞こえたと。なるほどね。女性が本を見つけたって言って、まあ、男性が見つけたって言ったのは、まあ、女性だったってことかな。この男性は幽霊とかじゃなくて、まあ、ストーカーとかだったのかな。でもだったら見つけたっていうのはおかしいしね。ストーカーとかじゃなくて、自分好みの女性を探してた、まあ、異常者ってことだったのかな。それかたまたまこいつも本を手に取ろうとしただけなのかもしんないけどね。次の違和感は、まあ、女性たちがコーラスかな。まあ、歌とか歌ってて、まあ、観客たちもハゲがいる。ハゲが違和感？いや、そんな失礼なことじゃないか。まあ、違和感はあの白い服の女性じゃない？一人だけなんかいじめられてんのかな？ちょっと服が違うけど、まあ一人だけ色が違うってことが違和感だよね。当日は白いドレスねと決めたはずなのにと困惑するママ友のリーダー。威張りすぎた報いかと。ああ、なるほどね。普段から日頃威張ってたから、まあみんなであの人をなんかもういじめようぜみたいな感じか。まあママ友たちのなんか醜いいじめってことね。まあ確かにみんな性格悪そうだったもんね。明らかいじめそうだったもん。